皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。ダークテイルズというゲームが新しくリリースされました。現在レベル28までがっつりと遊んでいるんですけども、ガチャを引くときに右上にあるこの夢の奇跡と書いて夢奇跡って読み方合ってると思うんですが、これをバンバン使っているって方もしかしたらいらっしゃるかもしれません。ちょっと待ったということで、今回は夢奇跡まだ使わない方がいいという話と、何に使うのかということを説明したいと思いますので、よろしくお願いします。まずガチャを召喚するのに、こちら10年召喚というところにあるアイテム、これハイパー結晶って言うんですけども、このハイパー結晶を使うとガチャが引けます。まあ簡単に言うとチケットだと思っていただければいいです。このチケットがなくなると10連するのに石が2000個で引けるようになるんですけれども、これね、引いちゃうとかなりもったいないんですよ。なので石でこのガチャ引くのちょっと待ってください。何に使うとかというと、まず1つ目、こちら雑貨屋の神秘商店なんですけども、ここでコインと石を使った買い物ができます。なぜここを紹介したかと言います、見てください。昇格石という、例えばこの昇格石を使うとキャラクターのレベルの上限を上げることができる。この昇格石がここで比較的手に入りやすい。幸運の巻物と言われる、まあ、ルーレットする場所があるんです。このルーレットで良いアイテムが手に入るということ。そして、あと1個。先ほど説明したハイパー結晶。特別ガチャを回すのに回すチケットなんですけれども、このチケットがここでパッと出てきた場合、普通に買おうとするよりも比較的石で安く手に入るということがあります。ですので、石を2000個使って10連引くよりも、こういったところでハイパー結晶等を買うというところが、一定においてはかなり重要になる。ガチャ面でもかなり効果的というところがありますので、ぜひそこで買っていただけたらと思います。私も幸運の巻物は買っておこうと思います。ちなみに、幸運の巻物について先ほど説明したんですけど、こちら、幸運の巻物を使って、幸運の魔輪というところでルーレットをすることができます。これ無料更新でするのが一番いいんですけれども、これを回した時に、例えば運がいいと星5の英雄仲間のかけらとか、心の光、例えばあの心召喚で入手できるものなんですけども、仲間を転換することによって、同ランクの同属性の、例えば英雄のキャラクターを神話にすることができる運なんですけど、ということに使えたりするので、こちらは必ず1で購入した方がいいと思います。2つ目、こちら探索特権っていうのお分かりでしょう。こちら探索特権よく見てください。これ永久有効って書いてあって、何ができるかというと、探索特権というところで高ランクの探索が使用できるって言って、有料リセットで必ず紫ランクが出たりとか、3回目でオレンジのランクのミッションが出てくるよっていうところに、まあこれはあくまで有料リセットする方向けではあるんですが、ここ見てください。それプラスハイパー結晶が手に入るということと、心の推奨、これ星4から星5の仲間またはかけらがゲットできるというものと、昇格石も手に入るということで、石2000個使ってガチャ10連をするよりも、ガチャ10連分のハイパー結晶プラスその他が手に入るというところになりますので、この探索特権に石を使うのはかなりありだと思います。私もこの後これを有効にしておくと思う。なんて言っても永久っていうのがありがたいよね。3つ目、これワンダーランドの項目になるんですけども、見てください。ワンダーランドの項目、石を使って買い物ができるんですよ。例えば先ほどの雑貨屋のものに比べて、他にもワンダーリキッド、まあ、あの報酬がもらえるものとか、昇格石が150で手に入る、そして夢見貴族1、これはあくまでちょっと160円の白雪姫とかを買ったよっていう方向けではあるんですが、1250個を使えばハイパー結晶が手に入るというところがありますので、これも美課金の方向けなんですけど、1 2000個使って10連引くよりも安く10連分が手に入るというところになりますので、ちょっとだけでも石を余裕に持ちたいなという方はこういったものを使ってもいいと思います。最後にこちら成長支援、これが一番言いたいことです。これレベルが上がった場合なんです。でも今28、今度30と35まで上がるんですけども、ここ、今未達成ってなってるのが、これより前に確か5、10、15、20、25?
だったかな。ちょっともしかしたら、レベルがすいません。もう買った後なので、確認ができなくて、もしかしたら間違えてる可能性もあるんですが、石が確か600個か700個ぐらいで、ハイパー結晶5個も手に入るし、この辺の他の手に入るアイテムもあるということなんですよ。つまり、2つ合わせて買うと、ハイパー結晶10個に対して、石が1200、1300個くらい、プラス他のアイテムも手に入るということになりますので、これ、普通にガチャ引くよりもお得ということです。ですので、この夢奇跡、これを直接使うよりも、いろんな使い道があるというところありますので、もし、今すぐガチャを引きたい、どうしても神話級のキャラ、伝説級のキャラが欲しいんだっていう方、ちょっと待ってください。石使うよりももっといい方法がありますので、これを試してみていただけたらと思います。まあね、このダークテイルズ、放置ゲームではありますので、どちらかというと、今すぐ石を使ってガンガン進めるんだっていうことをしなくても、いつかは強くなるっていう、確かに、ガチャの確率的に考えると、めちゃくちゃガチャ引かないと、強化ができないっていう点はあるんですけれども、こういった石の使い方をして少しでもそのガチャを回す効率を良くしよう。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画配信でお会いしましょう。またね、バイバイ。